はい、整体院さん院長の浅井です。はい、ですね、今扇風機を直しておりまして、扇風機がどういう状態かと言いますと、まあ、この普通の状態でですね、使おうとすると、まあ、こういう状態なんですが、これがボタンなんですね。これをボタンを押すと、まあ、これを押すとこういうふうな、ストックが止まるんですね。パッパッと止まるんですけど、これだけはストーンって下に落ちるような状態になっています。で、これが原因で電源が入らないです。で、これをですね、開けてみましたら、基板がこんな風になってまして、よいしょ、ちょっと近づけますね。よいしょ。はい。でですね、開けたらですね、この黒いポッチ、この、この、棒がですね、あります。と、あと、この、金色、この、見えますかね。ちょっと見えづらいですけど、こういうのがありました。で、これはですね、この他のところにもあるように、こういうボタンですね。これを押すと、カチッって音がするんですね。はい。ただ、ここの電源の、ま、一番よく使う部分のところが、これがですね、今はまらない状態というか、多分折れたのかなって感じもするんですけど、ちょっとこれ、少しだけ欠けてまし、欠けてるというか、見えますかね。ちょっと平らなところがありまして、なんとか自分で頑張ってはめようとしてるんですけど、どこもカチッとはまるようなところがないっていう症状なんですね。もしかしたらあるのかもしれないですけど、もしはまればそこにはめたとしても、こうやって倒れちゃうので、これって何かいい方法で直す方法ないかなと思ってまして。見えますかね。ごめんなさいね。うん、はい、これですね、これよいしょ、はい、こんな感じで止めようとするんですけど取れちゃうと。これは他のところはちゃんとこれ止まってるんですよね。で、これだけ止まらないということで、これどうしたらいいか、もし分かる方がいましたら、何かコメントの方よろしくお願いします。ちなみにこれはですね、日立のリビングシステムっていう HEF の 80R っていう、まあまあ比較的新しい名のやつだと思うんですけど、まあこれ直し方がもし分かる方がいましたらぜひお願いします。多分それ以外は多分全部使えると思うので、はい、ではよろしくお願いします。失礼します。